海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。ロングに見せてショートサーブを紹介したいと思います。これは1本欲しい時とか、相手がロングサーブを待っている時とかにすごい効果的なので、私もよく試合で、たくさんやってて、レシーブを、相手のレシーブを限定させることもできるので、すごい効果的なのでやってみてください。ポイント1つ目は握り方です。親指と人差し指でラバーを握って、あとの下3本はこうラケットに添えるような形で握ってます。ロングサーブ出す時もショートサーブ出す時も同じような握り方でやった方がいいと思います。ポイント2つ目は、第1バウンドを手前になるべくやるように心がけてください。ロングサーブは手前に出さないと入んないんですけれども、ショートサーブもなるべく手前にやることでロングに見えるっていう効果があるので、ロングサーブとショートサーブの違いを埋めていくっていうイメージですかね。ちっちゃい。はい。いつもの。うん。3つ目のポイントは、打球ポイントを低くすることを心がけてみましょう。これもポイント1と同じなんですけど、ロングサーブ出すときはみんな低くポイント、打球ポイント低くなっていると思うので、ロングに見せてショートサーブ出すときもなるべく低いところで出すようにしてみてください。いいやつやってます。もう一回いいやつやってます。もう一回お願いします。さあ、ポイント4つ目は、勢いを出すことです。足音であったり、バックスイングを少し大きく取ってみたりだとか、ロングサーブが来るような勢いをショートサーブの時も出してください。ポイント5つ目は練習方法です。ロングサーブとショートサーブを交互に出すことで、ロングとショートの違いを少しずつなくすように、フォームだとか気にしてやってみてください。
ゴング。ショート。ゴング。ショート。ショート。ゴング。ショート。ゴング。Ooh.